声だね、スキマスイッチ。こんな声で歌えたらいいよね。できるよ。え声のキャッチ、何でもいいから喋って。何でも、うん、はい、オッケー。え、もういいの？うん、見てごらん。ん、なんだいこれ。のび太くんの正門だよ。正門？ほら、指には指紋があって一人一人違うだろ。うん、それと同じように声にも人によってそれぞれ特徴があるんだ。その特徴を捉えてキャンディーにするのがこの機械。これを舐めると、ねえドラえもん、遊びに行こうよ。僕の声そっくり。宿題なんかうっちゃらかしてさ。面白い。宿題をうっちゃらかすとは何です、のび太。僕が言ったんじゃないよ。嘘おっしゃい。ちゃんと聞こえたわよ、のび太の声が。もうドラえもんのせいで叱られちゃったじゃないか。早くやりなさい、怠けてないで。はい。ん、ママの声のキャンディーを舐めたわ。ほらさっさとやりなさい。もう、はあ、やっと終わった。お疲れ様。あれ、声元に戻ってる。このキャンディーは30分経つと効き目がなくなるんだ。ん、へえ、ねえ、さっきの道具貸して。誰の声を取ろうかな。おい、のび太。いやいや、ちょうどいいところに。スネ夫の声のキャンディーなんて舐める気しないや。なあのび太、いいものやるよ。いいものって？はい、リサイタルのチケット。え、いいの？ありがとう。ん？これはジャイアンのリサイタル。いらない、いらない。受け取ったんだからもうこれはお前んだぞ。誰がいるから、地獄への切符なんて。いらない、やるってば。いいよ。いらないって何の話だ。俺のリサイタルのチケットじゃねえか。そんなにいらねえってのか。いや、のび太がどうしても欲しいってからさ、仕方ない、もう譲ってやるよ。え、でも悪いよ。遠慮すんなって。いや、そんな。なんだ、チケットならまだいくらでもあるぞ。ほら、のび太にもやるよ。これドラえもんの分もあるからな。ありがとう。なんで、なんで僕の分までもらってくるんだよ。断れるわけないだろう。いつ聞いてもすごい声、目が回っておかんが。どうも、サンキューみんな、またいつか会おうぜ。サンキュー。よかった。終わってよかった。よかった。盛大な拍手をどうもありがとう。帰ろう。おっと、体力を消耗したみたい。帰って昼寝しないと。俺、何の取り柄もない男だけど、歌だけには自信があるんだ。こうしてみんなに歌を聴かせて喜んでもらえれば、それだけで幸せなのさ。いい歌聴かせてもらってこっちこそ幸せだよ。もっと聴きたいくらいだよ。いやー、嬉しいこと言ってくれるな。よし、それではみんなのためにアンコールといこう。それじゃ行くぜ。つまんないお世辞言って。ごめん、これ以上聞いたらいい命に関わるぞ。ごめん。あ、そうだねえジャイアン、このキャンディー舐めてみて、喉にいいから。お、気が利くじゃん。来るぞ。耳を澄ますと微かに聞こえるあの音。さっきのテレビの声を
置いたんだ。時間だって並べたもんは紙くずだった。お願いがあるんだけど。ああ、このキャンディー舐めてのび太さん大好きって言ってみてくれない？ああ、のび太さん大好き。あ、静香ちゃんの声で言われるとゾクゾクするな。いつの間に静香ちゃんの声を。え、もっと言って。のび太さん大好き、好き好き好き。なんだかバカバカしくなってきた。あ、もう、はい、うん、こなのに。たけしさんがのびちゃんにこの本をってくれるって。珍しいこともあるもんだ。遠慮してあがらないのよ。あれ、ジャイアン、これずっと前に貸した僕の本じゃないか。おい、そうか。あ、悪い悪い。もうまあ怒るなよ、仲良くしようぜな、のび太くん。え、のび太くんは頭もいいし男らしくて、あ、ぜひぜひ俺の大親友になってね、のび太くん。気持ち悪い。あ、おい、ジャイアン、のび太捕まえんな、手伝うよ。なんで、のび太くんに手出ししたら俺が許さねえね。なんだ、ジャイアンの目当てはこの間のキャンディーだったのか。ほら、テレビでスターになろうって番組あるだろ、あれに出ることになったんだ。俺、どうしても優勝したいんだ。本物の歌手になりたいんだ。しかし、この間のキャンディー舐めたら自分でも信じられないくらいいい声が出たんだ。頼む、ドラえもん、もう一遍あのキャンディーをくれ。本物の歌手ね、実力もないのに。いや、あの、そのそんなこと言わないで、お願い。わかったよ、わかったよ。おお、心の友よ。苦しい。たけし君が？へえ、たけし君がスキマスイッチの声で歌うって？あ、始まるよ。スターになろう。さあ、今週もやってまいりました。優勝できるといいね。そりゃあ間違いないよ。プロの喉で歌うんだもの。あ、たけし君が緊張してる。うん、待ってよ。あのこと注意しておくの忘れてた。あのことって、キャンディーの効き目が30分しか持たないこと。あ、もし早く舐めすぎていたら、あの恐るべきドラ声が電波に乗って日本中に。大変だ。はい、次の方どうぞ。3番、ここだ、たけし。やいやいやいや、昨夜の放送による被害状況が明らかになってきています。故障はテレビ1372台、驚いて転んだ人475人、ショックで故障を抜かした動物767匹。復旧の目処は立っておらず、対応の遅れは深刻化しています。あ、かわいそうに、うちのペロもまだ故障を抜かしたままなのよ。大勢の人が倒れて、全国の救急車がてんてこまいだったんだって。これに懲りて、もうリサイタルは開かないだろう。大丈夫？のび太さん、ドラちゃん、たけしさんカンカンに怒ってたわよ。見つけたらただじゃおかないって。どう
しよう、ギッタギタのメッタメタにされちゃうよ。ほとぼりが冷めるまで外に出ない方がいいかも。とにかく急いで帰ろう、ジャイアンに会わないうちに。まあ一応非常用キャンディは用意してあるから。非常用って出た。よくもお前ら全国的に恥かかずやがったな。乱暴することはしないよ。わあ、母ちゃんだ。すごい威力。はあ、ジャイアンのママの声を取っといてよかったよ。あ、どうしよう。おお、もう